おはようございます8月31日朝6時の相場解説デイリーを見ておりま,すまあこれは疑いようのない右肩上がりのトレンドがまだ継続中ですよってことになります、えー、そして継続をさらに強化させるためにここの水準を抜いてですね高値を更新してもらいたいなと思ってますよねで昨うべ旦139円を超えました、まあ、ですんでここを抜けるまあ材料はできたかなってところなんですよ で、問題は今日、月末なんですけども、資金を引き上げる方がね、たくさん出ると、こっちの方に行ってしまうなってことです。その際は、押し目と考えて、安値で、安くなった時にまたね、エントリーして、倍の方に向かうことを狙っていこうかなっていうのは、これも今までと同じ基本戦略でございます。まあ、それを大幅に見て、4時間の方に移っていきますね。えー、4時半はですね、やっぱここで、 最近見た似たような形が出ましたよ。えー、ダブルトップに似たような形です。二つ天井が来て139円、139円みたいなところで、えー、天井が支えられてますけども、うん、やっぱりね、これ下に行くエネルギーよりも上に行くエネルギーが強いですから、もう一回139円、そしてその時は139円を抜けて、えー、上の方に行くんじゃないかなと。139円のね、20とか30とか行くんじゃないですかね。まあそういうふうに、この上昇トレンドは見えますよ。 これでねガタンと下がるところが見えるなんていう人はいないと思いますけどもねはいじゃあ1時間です、えー、1時間はお話した通りに昨日のことですけどもエントリーしたところがねもう確かこの辺だったと思いますけども倍でエントリーしたんですけども下がっちゃったんですよ下がって前回安値のヒゲ先ここを起点にロスカットしましたでも 下火を出しながら、ここで踏みとどまって反転して、ここから上昇するわけでしょで、上昇した時にどこで再エントリーを倍にすればいいかっていうと、ロスカットしたポイント、もしくはエントリーしたポイント、このうちのどっちかですよ。そのことを細かくお伝えしたのが FX オリガルヒの深夜3時バージョンです。今回の動画ってのはね、 あの、そっか塾限定の方も見ら、見てらっしゃると思いますから、ちょっと得したと思って、このエントリーポイントの決め方、頭に入れといてください。で、その後、爆伸びして、ここを超えましたね、ここをね。前回の高値を超えたわけですよ。でも、高値をつけて、ここを超えたもんだから、あの、儲かった人の利確が進むんですよね。でも、それほど利確が多くなくて、半値戻しに留まってます。つまりは、半値決済をしている人ばかりが、ここに集中してるってことなんですよ。 じゃあなんで反面掲載するのそれは追撃しようと思ってるからですそういうことを考えるとこっちに進むことが私は見えてきますんでエントリーをしておこうかなってことですね今日もう一回130円抜けるんじゃないですか、まあ、今までお話したところによってあの大体エントリーする方向性とかタイミングが決まると思いますががですよ今日はね月末というイレギュラーの要素も含んでますんでもしかしたら早めに 決済するのは決済して、早めにね、この反転が起きるかもしれないんですよ。そうなると、139円に、月末なければ、月末でなければね、行くところが、今日が31日だからという理由で行かないことも考えられますので、多少、張り付き気味に見ていこうかと思います。はい、それによって、利益を最大限、リスクを最小値にしたいと思うわけですね。じゃあ、一旦以上です。また後ほど。